皆さん、こんにちは。この動画では、日本人の死因、第1位である、悪性新生物、その中で、世界的に見て、日本人に多い、血液のがんと、その原因ウイルスについて学びましょう。このビデオの最後では、私の考える、実践的な予防方法についても説明しますので、お楽しみに。今回お話しする、がんの特徴は、子供の時、ウイルスに感染するのに、がんになるのは高齢者になってから、ということなのです。ウイルス感染が宿主の老化を経て炎症状態の中であるいは炎症状態を自ら作り出してどのようにがん化していくのか、そしてそのがん化を防ぐ手段はあるのかについて話を進めていきます。まず歴史的な背景を見てみましょう。1960年代から動物ではウイルスによる発がんが知られるようになっていました。そしてハワード・テミン博士とデビッド・ボルチモア博士による逆転射酵素の発見により、その発がんウイルスはベトロウイルスという新しい種類のウイルスに分類されました。では人間ではどうなのでしょう。同じようなウイルスは存在するのでしょうか。そして始まったのがウイルスハンティングと呼ばれた人でのベトロウイルス探しです。国立がん研究センターのホームページにありますように、今では日本人のがんの約 20% は感染症が原因であることが分かってきました。その中でウイルスががん遺伝子を持っていて感染が直接発がんにつながるようなヒトパピローマウイルスに対してはワクチンの開発により予防できるようになりました。しかしその一方でまだまだ治療方法や発症予防が確立していないのが本日お話しするヒト成人 T 細胞白血病ウイルス HTLV-1 感染により発症する成人 T 細胞白血病 ATL です。この人でのレトロウイルス感染により起こる血液がんを世界の研究者たちが追い求めていましたが、このウイルスと疾患がなんと日本で見つかったのでした。 HTLV-1 感染者を HTLV-1 キャリアと呼びます。日本に約100万人のキャリアがいると言われ、多くは九州沖縄出身です。母子感染を防ぐ取り組みにより若い世代の感染者は減少傾向にあります。したがって主なキャリアは高齢者です。世界に目を向けると感染者のほとんどがカリブ海沿岸諸国や南米アフリカなどの発展途上国に集中していることがわかります。私は2005年から熊本で唯一同種造血幹細胞移植を行う施設であった国立病院機構熊本医療センターに赴任し、 ATL 患者治療を行いながら JICA の発展途上国向け研修のコースリーダーとして国立感染症研究所の吉原奈美子先生や山口和成先生と発展途上国におけるレトロウイルス感染の診断技術の向上にも手を尽くしてきました。ところが未だに不思議なことに HTLV-1 感染者が存在する国には偏りが見られるのです。そして日本は先進国でありながら HTLV-1 感染国であり、このためこのレトロウイルス感染により発症する人の疾患 ATL を世界で初めて発見する場所となったのでした。 HTLV-1 キャリアの中から約 5% 以下の割合で、しかも50年以上の長い年月をかけて ATL を発症します。その発症するリスクとしては、年齢が40歳以上であること、 ATL を発症した家族がいた、そしてすでに何らかの疾患を発症しており HTLV-1 にも感染していた場合です。では老化が進むとその体内で何が起こっているのでしょうか。この数年のコロナ禍で高齢者を含め新型コロナウイルス感染で重症化しやすい人の特徴が明らかになりました。そしてこれらの疾患や喫煙による影響こそがまさに老化による体内の変化そのものだったのです。老化の中には血液細胞の老化、免疫老化も含まれます。特にこの図に示すように慢性的なウイルス感染状態では、そこに先ほどのスライドにあったような生活習慣病や喫煙が加わることで免疫老化が進行するのと同時に血管内皮細胞も障害されることが分かってきました。これらは強い炎症を引き起こします。また食生活による弊害を忘れてはいけません。誤った食事習慣により炎症が起こり、また腸内細菌層の異常によってさらなる炎症がもたらされます。これは私たちのデータですが、 ATL 患者の血液中には様々なサイトカインやサイトカイン受容体が出現しており、体中が強い炎症状態になっています。このようにウイルス感染による発がんは老化による炎症状態、すなわち免疫老化と強い関係があるようなのです。世界の研究者たちが追い求めていた
レトロウイルス感染により起こる疾患が日本で最初に見つかった理由として、日本で急速に進む高齢化が、この高齢者に多い血液がんの患者数も増加させた、そしてそれを診断できる医療水準に到達したからと考えています。では、高齢者の体内でこのウイルス感染細胞はどのような血液がん細胞になっているのでしょう。ここで ATL の主要細胞の特徴について調べた私たちの研究成果をご紹介しましょう。正常な細胞が老化すると、それ以上細胞分裂を停止し、がん化すればアポトーシスを起こし、細胞破壊が起こるはずなのですが、この ATL 細胞の場合は細胞分裂は止まりません。がん化した ATL 細胞は増え続けます。また、ATL 細胞は老化細胞として様々な生物学的な活性物質を分泌しており、これは細胞老化関連分泌減少、それに伴う発がん促進状態と考えられます。実際に私たちの研究結果でも、サイトカインにより活性化した主要細胞内のスタットタンパクと主要細胞増殖との関係を証明することができました。1977年に日本で見つかり、世界に発表されたヒトレトロウイルスによるこの疾患ですが、その母親からのウイルス感染から発症する年齢の平均が60歳前後であり、しかも感染者のうち ATL を発症するのが全体の 5% 以下と少なく、HTLV-1 キャリア、並びに ATL 患者の高齢化が進んでいます。しかも矢印で示したように若い感染者も減少しているようなのです。確かに母乳による母子感染を予防するための対策が走行し、また粉ミルクの普及も影響したのかもしれません。しかし、前半に示した世界地図のように HTLV-1 キャリアと ATL 患者の分布に偏りがあることを合わせて考えてみると、それぞれの国の生活習慣、特に食文化の違いが影響しているのではと思うようになりました。そこで出会ったのが、この近年発展しているマルチオミクス解析を行った研究です。新型コロナウイルス感染だけでなく、 HTLV-1 感染の予防にもクルクミンやレスベラトロールの効果が期待されるという内容でした。クルクミンはウコンやカレーに含まれる薬効成分で、抗炎症作用や肝機能増進作用があります。またレスベラトロールはブドウの果皮、ピーナッツ、ブルーベリー、ブラックベリーに含まれるポリフェノールで抗酸化作用があり、ミトコンドリアに作用し、オートファジー促進効果が報告されています。そして思った通り、日本におけるカレー並びに赤ワインの消費量は右肩上がりに増えていたのでした。私たちの受楽内科クリニックでは、かかりつけの皆様に健康的な毎日を送っていただけるよう、新型コロナウイルスなどウイルス感染予防や治療介入に役立つようなメニューを準備して診療を続けています。今回はその当時高齢化社会を迎えた日本で見つかった成人 T 細胞白血病 ATL という血液がん、その原因ウイルスである HTLV-1 に関する研究を通じて、日本における感染症予防の重要性、老化に伴う炎症への対策の重要性、そしてアンチエイジング医療によるがん予防の可能性について理解を深めることができました。これからもアンチエイジング医学の面白さを一緒に学んでいきましょう。ご視聴いただきありがとうございました。また次回もお会いできることを楽しみにしています。